世界にたった一つだけのスヌーピーのぬいぐるみが作れるスポットがもう尊すぎて限界だったから聞いて、どうも旅に生きるただのアラサー夫婦です。待ちに待ったぬいぐるみ作り体験、まずは着せる服と首輪選びからスタート。スヌーピーの抜け殻にどんどん綿を詰めてくんだけどね、綿の量によってスヌーピーの元気度も変わるのってことで、おかわりください。マイスヌーピーはヘタヘタな感じで、見て勇気のスヌーピーなんか今にもお腹破裂しそう、ワクワク。でね、背中をチクチクしたら金属探知機の上でお散歩させて、お風呂に入れて糸くずを風で飛ばすの楽しい。あとね、湯上がりスヌーピーに好きな名前を入れたお洋服を着せてくんだけど、見て勇気のスヌーピーなんかもう服がはち切れそう。最後にブラシで毛並みを整えて完成。可愛すぎて辛い限界、尊いもう食べちゃいたい。スヌーピーのフォトスポットもあって、可愛い写真がたくさん撮れるここは東京町田にあるスヌーピーミュージアム。